武道館の稽古場は藤田師範の現場です。師範は本部道場、国内の仕事道場、さらに海外で指導に当たっています。最近は実技指導のほか講義も行い、指導者の養成に努めています。今日は大佐だけを中心に、アイキドーの技を表現されます。